バーナード・コインバーナード・コインは医学的に確証がある身長8フィート以上に成長した17人のうちの一人である。いくつかの情報源では彼は死亡時の身長が8フィート4インチに達していたと記載している。コインは1897年にアイオワ州ウッドベリー郡のアンソンで6人兄弟の2番目として誕生した。父の身長は5フィート8インチ。 母は5フィート2インチだった。第一次世界大戦時の1918年8月29日付の徴兵登録カードでは身長は8フィートを記録していた。ギネス世界記録によれば軍への徴兵を拒否された時、彼の身長は7フィート9インチあった。21歳の時の身長と体重は8フィート1インチ、275ポンドあり。 この頃は健康体であった。コインは巨人症によって幼少時から著しい身長の伸びを示し、累関眼症としては最も背の高い人物であった。彼は多くのサーカスや工業種から契約の誘いを受けたが、故郷の家で静かに暮らすことを好んでいた。彼の身長は毎年認知ずつ伸びていて、歴史上最も背の高い人物として知られるロバート。 ワドローと同様に死の間際にも伸び続けた。コインの靴はアメリカサイズで25だったという。コインは死の前年の9月から健康を害し、1921年5月に観光編で死去した。彼の遺体は特別性の棺に収められ、故郷のアンソンに埋葬された。absideshoworld.com よびファイブリンクでは、

g g i a n t o f t h e w o r l d s i d e s h o w w o r l t c o m 2014年5月25日閲覧。ありがとうございます。